えっと、英語講師をしています。他の講師と比較してしまいます。比較しない方法を教えてください。えっ、ー、と、比較しないとすると、そのすげえダメな授業をやり続けても自己満足でやり続けるってことですよね。あの、人に物を教えるというのであれば、ちゃんと他人と比較して、より良い,い教育だったり、その分かりやすい教え方っていうのを、 あの、研究してよ、より良くすべきだと僕は思ってしまうタイプなんですよ。要はその、まあ、僕の考え置いといて、あの、比較は一切したくないと。で、自分は英語教師講師をずっと続けていたい。生徒が、あの、教育、その、なんか頭良くなろうが悪くなろうが知ったこっちゃない。自分がやりたいことをやって給料をもらい続けたいっていうのであれば、まず授業をめちゃくちゃ簡単にしてください。で、宿題は一切与えないでください。 ではその、宿題のある授業って子供としてはめんどくさいじゃないですか。で、宿題全くないですと。で、あの、なんか刺されて答えられなくて怒られるなんてことも一切ありません。なんか、毎回毎回行って、ダラダラ喋ってて、先生がお菓子をくれる楽しい授業っていうのをやると、生徒からの苦情は一切来ません。なので、そっちの方がまだマシかもしれないですね。はい。